千賀天皇陵のね、円墳から、後円墳からちょっとね、歩いて、慶太天皇の皇嗣の、ね、かかとの墓なんだけどね、前方後円墳になったんやけどね、あとで前方後円墳に作り直されたらしいね、円墳を。ちょっと見ときましょうかね。ここ歩いて200メートルぐらいあるかな、もうちょっとあるかな。車止めるとこないんでね、ちょっと大変なんですけどね、さっきからうろうろしとったんやけど、これ電池持つかね、電池が残りメモリー、ワンメモリーになってる。礼拝所行って電池切りはかなわんな、こんなんさ、ね、こんなとこです。うねみ山から西になるんやけどね、千賀天皇陵の、え、どうや、西じゃないな、南になるかな、これ。ここやな、そこやな、その山がそうですわ。だから手前の方のね、宝墳の方が後で江戸時代に作られたらしいんやけどね。これも前方後円墳、綺麗な形してるんやけどね。ただ号が残ってないんですけどね。まあ、電池がない。電池がね、急げ、急げ。携帯、え、崇神天皇か、崇神天皇の皇嗣になってたかな。ちょっと今、勘違いしてるかもしれないね。もうちょっとや。もう電池。次だから決めといてや、その方から。ずいぶん撮ってるから今日はね。だいぶ歩いたね。こうでございます。宮内庁かね、やっぱり。あ、宮内庁やね、これは。これですわ。はいはい、ありがとうございます。なんて書いてある？崇神天皇よ。ね、孔子。ちょっと言われへんけどね、孔子の方。何年何月まで分からんね。回れんのかな、これ。なんか回れそうになるんだけど。ここまでね。ここまででございます。これはね、ここはなかったんかね、これ。横から見られへんか、そこ。ちょっと行かれんな。ちょっと行きませんな。どこ近いって言うでしょう。さっきから車でうろうろしてまうんだけどね。左は回れたかな。
先左回ったんやけどね、午後はなかったんやね。違う回ってみましょうかね、こちらね。道が狭いからね、大変なんです、U ターンするのがね。あれ、あれ、午後があんのか、あれ。いやー、逆光やけどね、これね、電池がないんやけどね、どうやろう。ちょっとあの上、水のことが見たいんやけどね。逆光やけどね、ひょっとすると水残ってんのかもしれんな。見えへんな、これ見たときにね。そうやろう。だから、あの奥の方が平行になってんだよな。電池がどこまで持ったかな。電池が。おお、土の泥だからめっちゃ。谷にあるかんけど、これ土の泥でございます、ほら。ねえ、ふわふわしていいよ、これ。これ。ねえ、こちらの方がね、色々作ったみたいよね。元々だったらこちらの方がね、元々だった。木が違うね。生えてる木が違います。こっちはなんかカシかそんな木、こっちは杉の木多いね、うん、あらあら、ポカポカしてるな。もうあかんかもしれない、これ。こんなんですわ。この上おそらく水を張ってあるんでしょうかね。あ、これが見えたんやな、だから横ね、水ね。これ車で来て見えないんだけど、こんなんですわ。中入れんのか、これ。あら。中入れんのよな。どうしたんだろう、これ。道になってます、これ。一応、宮内庁やけどね。左がこれ豊富ですよ、これ。円墳ですよね。右が豊富で。山の高さが低いやけどね。入りましたわ、中に。中に入れたし、入りとるし、そこ。開いてますよ、これ。もともとあった円墳がこちらの方でございますね。こちら。これが円墳ですよ。だから円になってますね。大きいね、これ。これ大きいですわ。逆光やで、これ。まあ、向こう回ったけど、おそらく出てこられへんな。これでないとね。
宮内庁だから宮内庁。ほらほら止まってないんだな。